こんにちは、プライムハーツです。今回はヘアカラーは髪がパサつくのはなぜかというお話をしたいと思います。ヘアカラーをした後でパサパサした感じ、手触りが変わった、そう感じる方が多いのではないでしょうか。ヘアカラーをすると薬剤が入りやすいようにキューティクルの重なりを開くため、髪のタンパク質が流れやすくなります。また髪の色を変化させるためにはメラニン色素を壊してしまうので、髪の中で空洞化が起こりパサつきやすくなります。明るくするヘアカラーになればなるほどアルカリ剤の量が多くなるので、アルカリ性が強くなりイオン結合が切断されるので負担は大きくなります。しかしヘアカラーの魅力は捨てがたいものです。そこでダメージ対策がとても大切になってきます。まず必要以上のブリーチはしないこと、もう一つはすでに明るくなった髪やダメージのある髪はアルカリタイプを避け、弱アルカリ、弱酸性カラーなどを使う。あと明るくしないのであれば、当店が一押ししている一番人気の植物系カラー、香草カラーなどを使うとパサつかずツヤが出るのでとてもおすすめです。以上のことから分かるように、美容室ではダメージ対策をしっかりして施術するのに対し、自分でやるホームカラーはより傷むリスクが高くなります。注意事項を守りながらヘアカラーを楽しんでください。では。